肩やしはボウフラ胎児のために日本に持ち込まれた北アメリカ原産の外来種です。体型はメダカに似ていますが尾びれが丸く尻びれが体に接する部分が短い点でメダカと区別できます。卵体性で卵ではなく子供を産みます。肉食性が強く 他の淡水魚の卵を食べるなど、淡水の生態系に影響を与えることから、特定外来生物に指定され、飼育、譲渡、販売などが禁止されています。自然遊学館では、近畿環境事務所の許可を得て、飼育展示しています。